はい、今日入荷した貝、これはサロボじゃなくて、これは赤貝で、赤貝はこう殻が柔らかいんで、入ってきた時に、こういう風にちょっと身が、割れることがあります。まあ中身は知りませんので、で、これがサルボ貝ですね。まあ貝の色がまあ全然違うのと、まあ粒で言ったらまあ、かなりの大粒ですね、サルボにしたら。で、まあこれぐらいだったら、まあ針につけるのはまあ2つあったら十分ぐらいですね。2つ、まあ欲張って3つつけるぐらいで、これで1等分できます。